ただいま議長の許しをいただきましたので、私は2点質問をさせていただきたいと思います。質問に入ります前に少しお時間をいただくことを許し願います。私事でございますが、今期をもって平成11年10月初当選以来4期16年間の議員を卒業させていただくことといたしました。16年の間私をご指導いただきました各位に感謝と御礼を申し上げたいと思います。またこの間には平成の大合併と言われました市町村合併問題、今は立命館守山となっておりますが守山女子校の問題などなど多くの課題にも出会いましたが、その時々議会と行政が一生懸命議論をしながら解決をされてきた、その一員としてその場に参画をさせていただいたことも良い経験となり一生の思い出となるというふうに思っております。宮本市長をはじめ、ここにおられる職員の皆様、議員の皆様、長い間大変お世話になり、感謝と御礼を申し上げたいと思います。そのようなことから今回が最後の質問とさせていただきます。1点目は市の最重点課題であります環境センターの更新について、私の立場からこの問題について伺っていきたいと思います。現環境センターはご承知のように昭和60年当時高田市長の時に現在の地に建設され、今日まで30年間稼働してまいりました。それまでは市が、用地を取得したそのこの場所において無処理無分別のまま生投棄し、その上に土を覆土していく、いわゆるサンドイッチ方式での処理をされてきました。このことによって周辺への悪臭やハエ、カラスなどの被害がよく出ました。その後国の環境に対する取り組みも進み、本市においても3つの迷惑施設の一つであります現環境センターを市民全体にお願いをしたいとのことから、ごみ処理中間施設、いわゆる環境センター設置の要請を受け、受け入れてできたものであります。当時の高田市長は、この環境センターの建設については、大変な努力と苦労をされてまいりました。地元も大きな決断をされてきました。今日、この環境センターが更新時期を迎え、市の最重要課題として市長以下、努力をしていただいているところであります。平成25年から環境施設市民会議をスタートさせ、議会においても特別委員会を設置され、それぞれの立場で会議が進められてまいりました。そして市長は昨年7月、苦渋の選択として現環境センターの位置に更新をしたいと表明、以来本年に入り周辺4町の自治会に幾度も足を運び、各町ごとの役員に対する説明会や住民説明会の場において説明とお詫びをし、努力されてこられることに対しては敬意を表しております。しかしながらその場において自治会役員や住民、総会で語られる厳しい言葉については、4町のほとんどの人から同じ言葉が発せられていると感じております。このことは昭和60年高田市長の時に迷惑施設の設置に大変な苦労をされ、環境センターが稼働されて以来のこの周辺に対する対応や約束ごとがなおざりにされてきたことが一番の原因であることを示しています。私もこの問題について先進地の研修の機会をいただき、そのうち静岡県のある町で同じ課題、町中で現在の環境センターに隣接地を建設場所として更新されている施設でありましたが、その町では当初の建設稼働された時から周辺自治会に対して市長以下気配りをし、地域の言葉に耳を傾け誠意を持って対応されてこられたと説明を受けました。そして現一年の更新問題についても最初からすべて情報提供をし、地元の意見を聞きながら進められ、このため地元も早い時期に理解と同意をされ進められたと説明を受けております。
違いははっきりと出ています。地元四町自治会の人は多くの人が理解を示そうとはされていますが、今日までの行政や他の機関の対応に対する不信感が強く、次も終わればなおざりにされるという思いがあると思います。地域によって環境センターの新設による環境の負荷の問題や環境センター施設の在り方、方式はあまり大きな問題ではなく、更新後の市長以下、行政や市民の誠意の問題であると思っております。市長は今、地元に行かれて大切な時期に立ちかかっておられると思います。私のこの見解についての市長のお考えを伺います。そして、現在市で更新を理解するとした場合、地元の不信感に対する払拭と今後の対応はどうされるお考えか、合わせてお伺いいたします。次に市民病院についてお伺いいたします。森山市民病院は私たちが身近で安心して医療サービスを受けられる市民にとって大切な病院であります。しかし森山市民病院を取り巻く医療関係施設は成人病センターや済生会病院などの高度な医療サービスが提供される病院や、その他近くでのでは安病院など多くの病院医療機関があります。利用者にとっては非常に便利ですが、当の市民病院としては経営面では大変厳しい経営環境に置かれているところだと思います。市民病院の経営改革は今日までいろいろと努力をしてこられているところですが、平成15年4月から病院経営改革の大きな方針転換として地方公営企業法の全部適用をされ、病院の経営改革に努められているところであります。また平成25年には万場滋賀医科大学学長を委員長とする森山市民病院の経営改革及びサービス向上に関する検討委員会を設置され、今後の森山市民病院の運営や方向性についてまとめられて提言されておられます。このまとめを基本として平成26年から森山市民病院の今後の運営方針と目指すべき方向性についてに基づいて、病院の病床数199床の病床の再配置をすることによる入院患者の確保と病床稼働率の向上を図ることや、経営改善などに努めておられること、課題であります上級医師の早急な確保に努められていること、患者サービスの向上などに取り組まれ努力されているところかと思います。その結果として入院患者の増加や医療収益の改善など収入の増加は見られますが、公会計制度の見直しによる会計基準の見直しによって特別損失はあるものの、経営改善と患者サービスの向上に努力されているものと承知しているところであります。今まだ公営企業の全部適用と今後の運営方針と目指すべき方向性に基づいての運営経過としては実績を見るには少し早いと思いますが、まず今の状況の中で取り組まれた方向性なり経営面での実績等を見られての市民病院の運営に対する考え方はこの方向で良いと考えておられるのか、見通しも含め病院事業管理者にお伺いをいたします。また病院の運営をしていく上で市民病院の大事な課題であり、かつ病院の経営や患者さんの来院、病床の稼働率にも大きく影響します常勤医師の確保について、その後いかがな状況でしょうか、お伺いいたします。森山市民病院としての役割は他の診療所や医療機関ではできない市民ニーズに合った医療サービスを提供できるところが市民に信頼される良い面でありますが、一方では市に財政を負担をかけないように運営されることが求められます。平成26年の決算において公会計制度の見直しがありましたものの、多額の累積損金を処理するため資本金の
取り崩しをしておられます。今後の見通しを見定める中、市民病院経営の見通しについてのお考えを伺いまして、質問を終わります。市長、それではただいまの本庄議員のご質問にお答え申し上げます。まず答弁に先立ちまして、本庄議員におかれましては、平成11年の初当選から4期16年にわたる議員活動を通じて、この間第36代森山市議会議長、また監査員を務められるなど、市民福祉の向上のため、また市政の発展のためにご尽力をいただきました。このことに対しまして改めて敬意表します。ともに心より感謝を申し上げ次第でございます。また特に環境施設の更新の課題につきましては、地元の議員という立場、また地元の役員というお立場から大変ご心労をおかけし、その中で貴重なご意見、またご指導を賜り、心より感謝を申し上げます。また9月下旬の竜田自治会検討委員会の視察研修の実施に向けまして、ご尽力を賜りましたことに対しましても改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。今後におきましても、お体にご自愛いただきながら、豊富な知識と経験を引き続き、市政発展のために生かしていただきたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。それでは、ただいま議員ご質問の1点目、環境センターについてのご質問にお答え申し上げます。環境センターは、市民生活にとって必要不可欠な施設であり、昭和60年にごみ焼却施設の稼働を始めて以来、今日まで約30年という長きにわたりまして、森山市民全体のごみを安定的に処理をできてきております。このことは地元住民の皆様の深いご理解とご協力の賜物でありまして、改めて深く感謝を申し上げます。環境施設の更新の取り組みにつきましては、これまで地元4自治会の自治会長様や役員の皆様のご尽力をいただく中、全住民を対象とした説明会を開催させていただき、30年間にわたるお礼と環境センターの更新にかかる取り組みのお願い、さらには負担を単なる負担に終わらせないという覚悟で取り組むことを申し上げてきたところでございます。そうした中、地元の皆様からは環境面に対する懸念や環境センターの周辺整備が遅れたこと、またごみ処理を受けていただいている地元に対する市民全体の感謝の気持ちがしっかり引き継いでこられなかったことなど、非常に厳しいご意見を私自身直にお聞きをさせていただきました。このことは議員仰せのとおり、環境センターの創業から今日に至るまでの行政と市民の誠意や姿勢に対し厳しいご意見を頂戴したものと認識をしたところでございます。まず市といたしましては、行政機能の移転といたしまして、環境部門及びごみ減量部門を設置をし、環境センターはまさしくごみ問題、水環境の拠点とするとともに、地元に密着をし、地元の皆様の声に常に耳を傾け、信頼関係を構築し、またその信頼関係を継続してまいりたいと考えております。また地元の皆様とお約束をさせていただいた事項につきましては、情報の一元化と進捗管理を行い、定期的に進捗状況等を確認する場を設け、連携を密にし、事業等の遅れが生じることのないよう町内一丸となって取り組む所存でございます。また市民の皆様には、ごみの問題を身近な問題として実感し、さらなるごみの減量化や再資源化を実践していただくためにも、自治会単位での環境センターの視察や環境フェア等のイベントへの積極的な参加をお願いしてまいります。また新しい環境施設の付帯施設として環境学習施設を整備いたしますとともに、小学生や自治会等に定期的に見学をいただき、市民全体でごみの減量化や環境問題に関心を持ち続けていただけるよう取り組んでまいります。合わせまして、地元の皆様には環境への配慮、
施設整備の基本的な考え方、付帯施設の整備等によります地域の活性化などにつきまして、しっかりとお示しをさせていただき、誠心誠意ご説明を申し上げてまいりたいと考えています。そうした中、環境施設の付帯施設につきましては、これまで環境学習施設や温水プール、また陶芸の創作体験工房等の文化芸術施設など、多くの市民や来訪者が訪れる施設整備につきまして、この市の考え方を地元4自治会長等に説明をし、意見交換を重ねてまいりました。これまでの地元4自治会長等との意見交換におきましては、市内外の子どもから高齢者までが集い、一日過ごせる施設とすべきとの、一貫した強い思いをお聞きしたことを踏まえまして、現時点において市といたしましては、先ほど申し上げました施設に加えまして、読み聞かせ等を中心とした北部地域の図書館機能、さらには温浴機能を備えた高齢者を中心とした健康づくりと生き甲斐づくりの施設を環境施設の付帯施設として整備すべきではないかと考えておりますが、今後議会の皆様としっかり協議をさせていただき、方向性を定めてまいりたいと考えております。これに加えまして、地域の少子高齢化対策等につきましても、行政の考え方を取りまとめ、地元にしっかり協議を行ってまいりたいと考えております。引き続き地元4自治会長、自治会の皆様のご理解を得ることが必要不可欠でありますことから、各自治会で立ち上げていただいた、または立ち上げを準備いただいております検討委員会等の場で膝を突き合わせまして、地元の皆さんの思いをしっかりとお伺いするとともに、先ほど申し上げました各種取り組みを通じまして、地元の不信感の払拭に努め、環境施設の更新へのご理解を得るべく全力を尽くしてまいる所存でございます。以上、答弁とさせていただきます。病院事業管理者、答弁に入る前に一言、本庄議員には、私着任して以来何かと知った激励いただきましたし、非常にありがたく思っております。今後のますますのご活躍と末永いご健勝を記念しております。それでは答弁に移させていただきます。本庄議員にご質問の2点目、市民病院の運営についてお答えいたします。当院では市民の皆さんに誠意ある最適最良の医療の提供を基本理念に掲げ、職員一丸となって病院運営に取り組んでいるところでございます。しかしながら、議員仰せのとおり、当院を取り巻く医療環境は非常に厳しい状況であり、医療の提供や経営において多くの課題を抱えている状況でございます。今日までの取り組みといたしましては、議員仰せのとおり、地方公平企業法の全部適用や、市民病院の今後の運営方針と目指すべき方向性に基づく病院運営に努めてきたところでございます。まだまだ十分な状況ではございませんが、地方公営企業法の全部適用では、主体的かつ機動性に富んだ病院運営が図られていると考えておりますし、市民病院の今後の運営方針と目指すべき方向に基づく取り組みでは、病床稼働率が前年度比 9.7% 増の 83.3% となり、入院収益が増加したこと、また病病診連携では、成人病センターとの協定締結による患者の紹介や逆紹介や地域の開業医の先生方との開放型在宅支援病床の利用などにおいて連携強化が図られてきているところが図られてきたことは、これまでの取り組みの成果であると考えております。特に平成26年度に実施いたしました病床再編は、地域に不足する医療の従事として療養病床を増床したわけでございますが、これはまさに国が進める医療施策を先取りした取り組みであり、地域における当院の役割である後方支援病院としての機能の充実が図られたことを合わせまして、病床稼働率の上昇など経営面からの成果が見られますことから、
病院運営の方向性として正しい判断であったと考えているところでございます。引き続き市民病院の今後の運営方針と目指すべき方向性に基づき、それぞれの取り組みを着実にかつ実効性のあるものとして進めることで、市民の皆さんに必要な地域医療の充実が図れ、また病診連携に強化を推進していくことなどによりまして、経常収支の均衡が図れると考えておりますので、私をはじめ全職員が危機感を持ってしっかりと取り組んでまいります。次に常勤医師の確保につきましては、診療や経営の根幹をなすものでありますことから、当院の最重要課題と認識し、病院長とともに鋭意取り組んでいるところでございますが、平成26年度は大学への医師派遣要請はもとより、病診連携における診療支援や診療協力の要請のほか、民間派遣会社の活用など医師確保に向けて努力しました結果、常勤医師は平成25年度で2名増の17名となりました。次に市民病院経営の見通しについてでございます。当院の経営を考えますときに、まずは地域に必要な医療の提供を図り、市民の皆さんの安心や安全を第一に考える中で、安定した経営に努めてまいりたいと考えているところでございます。今後高齢化の進展とともに、地域における在宅医療の必要性はますます高まることから、地域包括ケアを支える地域医療を担い、市民自立に合った医療サービスの提供を行うことが、まさに市民病院の役割であると考えておりますので、さまざまな充実策を図ってまいりたいと考えております。こうしたことから、地域の医療機関との連携を強化する中で、急性期医療及び在宅医療を後方支援するための地域包括ケア病床の配置など、市民病院として必要な診療機能の充実を図り、その役割をしっかりと果たしてまいりたいと考えておりますし、在宅医療におきましては、地域包括ケアシステムの運用に関し、今後、地域に密着した医療機関として、さらにどのような支援やサービスが提供できるかを検討し、実施していくことが重要であると考えております。また、今後は国の制度改正に伴い、一層の役割の明確化と分担が必要になるほか、大学病院などの大規模病院では、紹介状を持たない患者の診療費が高くなるなどの変更が行われる見込みです。このため、成人病センターと患者の紹介、逆紹介などをはじめとするさらなる連携の強化に向けた協議を進めているところであり、このことはよりなお一層の経営改善に努めてまいります。最後に、今後の経営の見通しといたしまして、引き続き非常に厳しいものが予想されますが、当院が目指す医療の実現、提供を前提とする中で、国が求めている新公立病院の改革ガイドラインに基づく新病院改革プランの策定に取り組み、経営の健全化と市民病院としての使命を責任としっかり果たしてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。20番本庄正義君、よろしいですか。20番本庄正義君。ありがとうございました。質問ではありません。辻先生には診療時間を割いていただいて、私の答弁にご出席いただきましてありがとうございました。それでまたただいまは非常に丁寧な答弁をしていただき、特に、最後の、病院の事業管理者としての意気込みまで、おっしゃっていただき、このように、今おっしゃりました通り、私たちも市民病院が健全な経営で市民に愛される病院になられますように、記念を申し上げ御礼を申し上げます。ありがとうございました。それから、市長におかれましては、これも非常に答弁な丁寧なご答弁をいただきましてありがとうございます。非常に厳しい言い方をいたしてまいりましたけれども、市長がおっしゃったように、ちょうど中間位置に
立つ立場で、しかも、最初の建設当時から、まあ、因縁といいますか関わってきた立場として、まあ、できるだけ、役に立つようにと、まあ、考えながら今日まで動いてまいったんですが、今市長がおっしゃったように、私もできるだけ、あそこできちんとした形で、市民に愛される施設として、4町がきちんと納得のできる形でやっていただけるように今後の努力をお願いいたしまして、最後の挨拶といたします。それから皆さんどうも大変ありがとうございました。